さあ、すみません。お待たせしました。どうも、飛び石連休の藤井ページです。今夜もですね、素敵なゲストが、すでにスタンバイしてくれております。では、早速登場してもらいましょう。今夜のゲストは、できたくんです。どうぞ。できたくんと言います。よろしくお願いしおま願いします。す。します。大丈夫？あんま大り丈夫ハイトーンボイスは近所です。は迷い。惑にならない。大丈夫？今のをマックスにして、これからちょっと静かにしていきますから。はい。そうやん最初な。だけ頑張りました。はい。こんな遅い時間にごめんな。いや、ありがとうございます。申し訳ない。よろしくお願いします。お願いします。もう結構な、寄席では引っええ。張りだこでしょまあ、寄席の出番を結構う。最近はいただいてますね。もうワン&オンリーの芸ですからね。はい。そうですね。被らないんで、かぶ入れらやなすいみたいですね。い。いや、そりゃそうでしょはう。あんなに発泡スチロールを見事に着る人は見たことないよ。い。そうですね。まあ、僕しかいないんで、発泡スチロール芸人は。もともとのお笑い芸人のスタートはどこなの？ああ、一番最初はもうコンビですね。コンビだよな、もちろん漫知って才とる。コントやってました。A ランはい。チでしょ？あ、覚えてるんですか？いや、何回もライブ一緒になったと思うけどな。そうです。まあ、僕はなんか一方的に見てたようなイメージではいますけど、飛び石連休さんがラ・ママとかに一本ネタで出てるような、そういうイメージでしたね。ああ、はでも、そうやな。もともとい。M2 カンパニーやもんね。はい。ああ、そうです、そうです。はい。M2 カンパニーがスタートなの？スタートです。そうです。M2 カンパニーが本当にもうお笑いのデビューって感じです。それはもうあれなんだ。養成所とかもどこも行かず？ちょうど僕が芸人始めた頃、養成所って吉本と、太田プロが1期生を募集してるぐらいで、で、ほぼなかったんですよね。ほう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 。で、まあ、あとそのまあ時、人力車もな。あ、人力車があったんですね。で、その時にたまたま M2 カンパニーが所属芸人オーディションっていうのを初めて開催して、ほう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 。そうなんです。それが2000年ですね。ちょうど2000年、えそうなんです。それを僕が地元群馬県なんですけど、立ち読みして、そのオーディションっていう雑誌立ち読みうわ、した出らた。出た、あっオーた。ディションの雑誌や。知ってます？はい。そうです。それで、あ、なんか M2 カンパニー募集してる。で、隣のページに太田プロの養成女性募集してたんですよ、同時に。で、養成所ってお金かかるしと思って、M2 カンパニーは、あと僕の好きな、ボキャブラの先輩たちがいたんで、抜群さんとか、ああ、底抜抜群けられさん、ましそこ抜けさた。んとかな。はい。あ、もうこっちの事務所受けてみようって言って、群馬から応募して。はい。その相方と、そうですね。当時の A エラランンチジの。の。はい。でも、じゃあそれさ、何歳の時か覚えてる？それが二十歳です。二十歳？それはい。何？お笑い大芸人をずっとやろうと思ってたってことじゃ。学2年。その時に大学2年生ですけど、なんでまあ一応大学生、まあ大学卒業して、教育学部だったんで、本当はそのままちょっと待っ教て、員教に。育学部やったの？ そうなんです。いや、はい。それは学校の先生になるがゆえに教育学部よね、絶対。そうです。まあ本当だったら普通に行ったら、まあそっちの道に行くのが普通ですけど、でもまあその大学2年の時に M2 カンパニー受かっちゃったんで、まあもう笑いやろうっていう。じゃあ、中退？あ、でもなんか一応卒業はしました。じゃあ最初の方は群馬から通ってたんだ。そうです。で、相方は東京の大学行ってたんで、そうです。高校で知り合ったんですけど、群馬の高校で知り合って、大学受験で僕は群馬で、相方は東京に行って、で、僕がネタ合わせのために東京にこう通ってたんですよ。その M2 入った当時？で、M2、まあ入る前とかもやっぱ練習とかしてた、ネタは作ってたんですよ。じゃあ、なんや、もう大学入りつつ、もうはい。はい。ちょっと芸人になろうっていうタイミング見計らってたんや。まあそうですね。やっぱ、本当は、芸人の方がなりたくて、まあ先生っていう道行っちゃってるけど、やっぱやりたいなっていうんで活動してたんです。はい。それじゃあ、例えば高校出てさ、まあ、ちょっと東京出ようとか、そういう感じではなかったんや、最初。まあ、大学が全部落ちたらもう東京に行くって決めてたんですけど、で、一応まあ大学受かっちゃったんで、大学受かっちゃった。はい。それで、そうって相方の家に通って練習して、なんかライブとかは全然出てなくて、路上で新宿のホコ天とかでネタ新やった宿りのとホコ天って新宿通りんとこ？要はアルタの前とかからずっとアルタの前ですじゃあね。新はい。宿通りやね。あ、そう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 。ああ、まあ、もう今もホコ天やってるよ、たまに。あそこで、ま、立て漫才やってたん漫才やって、はい。
それがまだ M2 入る前ですけどね。はい、じゃあ何も中学校高校とかはお笑い大好き少年、はい、そうですね。ボキャ、うん、まあボキャブラがすごかったんで。ああそうなんや。はい、まあ、あとダウンタウンさんの、うん、まあ、ガキツカとか、うん、はい、を見てたって感じですね。で M2 入ってで、はい、うん、でトムと同期なんでしょ。そうです。トムが東京出身なんですけど、トムもそのオーディションを、うん、まあ、東京で見てて応募したんです、うん。そうやな、当時ネットとかで調べるような時代じゃなかったもんな、はい、そうですね、ええ、もうこの配信で結構いろんな人に聞いてると、やっぱり当時オーディションかデビュー、はい、雑誌見て、すごい、ライブ情報とか養成所情報とかっていうのやっぱ多いな、はい、ああそうなんですね、うん、もうそれしかなかったっすもんね。ちょっとこれだけ訂正させてください。ちょっとチャットに八方くんだっていうコメントなんですけど、八方っていう言葉はちょっと響きが悪いんで、今できたくんです。はい、解明しましたんでね。な、あの師匠に言われてんやろ。はい、まあいろんな理由があるんですけど、うん、はい、あの八方くんはあの鉄砲の八方とちょっと響きが似てるからよくないなって言われたでしょ。、うん、それもありましてっていう、うん、まあ、事務所のうちの事務所の社長が、うん、八方くんっていう名前ずっと気に入ってなくて。はい、まあそれが一番の理由ですね。うん、K' ってオードリーさんも名前変えて売れたりしてるじゃないですか。みんなな、はい、ハミングステッチもハイハイになったしな。そうなんですよ。結構名前にこだわりがちょっとありまして、うん、で僕もずっと言われてたんですよ。なんか八方くんはちょっと、うん、八方スチロール芸をやる八方くんでしょって言われて、うん、いやいや、うん、名前が分かりにくいなーってずっと言われてて。え、なんで、めっちゃ分かりやすいやん。めちゃくちゃ分かりやすいやん。一番分かりやすいだろうって、まあ、心では思ってましたけど、うんうん、まあ、名前のこだわりがある社長からすると分かりにくかったらしいですね。できた君は気に入ってくれてんの？どうですかね。まあ、一応 OK が出て変えたんですけど、いつかまたあるかもしれないですね。うん、あれは？スチローにしたい。一郎みたいに。それも一個ぐらい候補にあったかもしれないです。八方スチローとか、なんか。おお、いいやん、八方スチロー。ええー、とかあったと思うんですけどね、ちょっとダメでしたね。うん、ダメでしたか。そうですね。一応、できたくに落ち着きました。落ち着いたんや。ええー。でもまあ、A ランチでしばらくやるわけでしょ。まあ、そうですね、その M2 入ってからは。うん、何年ぐらいやってたの、A ランチ。でも4年半とかですね。なんで解散したの、A ランチは。まあ、4歳の年までやってたんですけど、うん、このままやって30手前までで、うん、まあ30手前まででなんか売れるっていうイメージだったじゃないですか、当時って。いや、そうよ、当時はな、30歳になるまで売れなきゃみたいな。はいはい、でそういうのがあったんで、うん、この感じで、あと4、うん、5年やって、うん、そのビジョンがなんかまあ浮かばなかったっていうのがありましたね。あ、でもちょっと見切りは早くつけなあかんかったよね、当時はね。そうですね、長い目で見てっていう感じじゃなかったもんな、時代的にな。で、まあ、うん、相方も教育学部だったんで、うんうんうん、で僕がちょっと誘ってやってもらってた感じがちょっとまあずっとあったんで、うん、そうなん、まあ、解放してあげるならもう早めがいいのかなみたいな。え、はい、では相方はその後引退？その後、まあ、ちょっとなんかの役者でもやろうかなとは言ってたんですけど、うん、1年後ぐらいにも学校の先生になりました。そうなんだ。はい。じゃあもう、それはもう、できた君の方から解散しようかって言ったわけね、ほんなら。そうですね、最初に言ったのは僕で、うん、まあ、僕はそういうふうに思ってるけど、どう思うって言ったら、うん、ちょっと考えるって言って、1ヶ月後に、うん、あの話だけどよく考えたんだけど俺はもう辞めることにしたって言って、うん、なるほど、ではっきり言ってもらったんで、うん、はい、なるほどね。でそっからずっとピンだっていうか、うんうんうん、俺はどっちか言ったらその解散してからほらピンで高橋工房ってやってたやんか。あ、はい、あっちのイメージが結構強いかな。ああ、発明家芸人高橋工房、発明家面白かったけどね。 ありがとうございます。あれ、うん、結構長かったっす、うん、あの発明家芸人を2005年から2012年ぐらいまでやってたんで、まあ7年ぐらいやってたんで、うんうんうん、コンビの倍近くやってたんです。結構、要はネタ作る言うても毎月発明するの大変やったやろ。大変でしたね。な、面白いアイテム発明せなあかんって結構なカロリーやもんな。いや、本当にもうそうです。それもあるし、あと材料費もめちゃくちゃかかるし。
そうなんですよ。結構特殊な、ね、材料とか使ったりするんで、うん、このままやってたらやばいなってありましたね、結構。震災の時の、2011年の、うんうんうん、の時になんか、水がなくなったり、ペットボトル水なくなったりしてる、ね、売り切れとかね。電池がなくなった、乾電池がなくなった時あったじゃん。そうやな、あのコンビニとかでな、いろいろ買い占めとかがあってな。そう、それの時に僕があの一押しでやってた発明品が、うん、乾電池を14本使う発明だったんですよ、うんうんうん、でなんかすごい自分勝手なことやってんなと思って、はい。電池不足なのに電池14本使ってなんかやってる、人ボケの、人ボケのためにそうそうそう、はい、14本使ってどんな発明だったのそれ、説明できる？なんかもう、うん、結構もう僕の発明芸の末期なんですけど、うん、もう一つ一つ作るのがめんどくさくなって、うん、こうでっかいリモコン作って、うんうん、でそこに今電池が入ってるんですけど、うん、ジョイスティックみたいなゲーセン の、うん、あのコントローラーみたいなのついてて、うんうん、そこに発明品のなんかジャックみたいなのつなぐといろんな発明品が動くんです、うん、おめっちゃ面白そう。おそれを外せば違うのをつけてこうめっちゃええやってて、なんかその当時はなんかこう頭に目がつって、うんうん、まあこうジョイスティックをこう上げるとここについてサングラスがウィーンって降りてきて、眩しい時にすぐに目を守ってくれるみたいな、ウィーンと戻るみたいな。おそのうちの1個に、まだそれ2011年ですけどね、うん、2011年、うん、そのうちの1個に不織布マスクがついてて、ジョイスティックを動かすとマスクが自動でウィーンってできるっていう。おその当時僕作ってたんですよ。いや売れたんちゃうか、コロナの時売れたんちゃうか。そうなんですよ、その時にはもう実家の倉庫に眠ってて。なんや。はい、送っちゃって。そうしてもあれ、そあの時やっときゃよかったなっていうのありますけどね。今も残ってんの、実家の倉庫に。実家の倉庫に残ってて、あの、うん、この間あお正月に実家帰ったら、うん、あの道具もうそろそろ処分してほしいんだけどって親に言われました。倉庫を大掃除したいんだけどっつって。おう、結構な量あるんじゃないの、7年もやってたから。そうですね、あの、まあ、この大きめの段ボールの箱が12箱ぐらいあります。12箱はい売ろうぜ、うん、見てない、中もう10年ぐらい見てないんでどういう状態なのか分かんないんですけどね、うん、あ、まあ錆びてるかもしれんしな、物によっては、はい、うん、んでなんでそんな発泡、そんなって言うとあれやけど、発泡処理源に、はい、落ち着いたの、まあ、何があったので、まあそういう感じで、まあ、末期というか発明このままやってても大変だなとか、まあ、で自分勝手なことやってんなっていうのがあって、あ、一番は自分勝手なことやってんなやったの。そうですね、なんであの新しいこと始めたのが本当に震災の2011年で、うんうんうん、その時に、まあ、発明以外に、まあ、発泡スチロールでやることとか、あと粘土をなんか使ってやる芸とか、うんうん、まあ、あと、まあ、書道とか、まあ、僕がまあできそうなそういう、うん、まあ、作りながら何かをするみたいなのいろいろあったのね、その葛藤というか、はい、いろんなお試し機が、はい、なんかいろんなことをやって、うん、まあ、そのうちの発泡スチロールがまあ反応が良かったんで伸ばしてったって感じですね。いや反応が良かったもくそもそれなり。じゃ あ, あのでっかい発泡スチロール切るやつを自分で作ってやったってこと、最初に。あ、最初は本当に市販のやつです。あ、ちょうどここにあるんですけど、うん、こういうのは市販のあるんですよ。こういう、あ、はい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 、なんかドン・キホーテのなんか大安売りみたいなポップとかを作るような、うんうん、はいはいですけど、うん、これがあって、うん、1回シアター D のなんかプチ単独ライブみたいな時に初めてやったんですけど、うんうん、その時はこれで確かやったような気がします、うん、それで1回目からまあ思うようにそこそこ切れたわけでしょ、本なら。まあでも最初は本当時間もかかるんで、すごいちっちゃいので作ったりとか、うん、まあそんなここまでいいものはできなかったんですけど、うん、でもなんかいろんな人とか芸人とか、あの例えば僕のアケダッシュの先輩のビッグスモールンさんとかが、うん、あ、そのプチ単独見に来てくれてたりして、うん、あれいいよ絶対みたいな言ってくれたりしたんで、うん、まあそうなんですかねみたいな感じで、うん、どんどんまあ良くしてったっていう感じですね。いやすごいよね、あれを即興とかできるっていうのは。ちょっと全く意味が分からへんもんな。
どういうふうに、どういうふうに頭の中で考えて、どういうふうに切ってるかっていうのが全く想像できへんもんな。あ、最初はやっぱですね、こう、うん、どうやったらできるのかみたいのを研究というか、自分なりにやっぱ、パターンを見つけるっていうか、一筆書きなんで、うん、こういうお題とか、こういうものだったら、こういうふうにいくみたいなパターンを自分の中にどんどん入れてって、一回書いて、書いてみたりするの、家では。あ、そうですね。うん、もう最近はもう発泡スチロールで練習しないで、もう絵で描ければ、うん、まあ本番でいきなりでもいけるっていう感じです。あ、はい、もう絵で描ける分にはもう自分のイメージ通り切れるんや。はい。そうさ、今見せれるもんあったりする？ちょっと一瞬、あ、ありますか？あ、まあ、まあ、これもそう、これもそうです。うん、これすごいな。いや、うん、俺が筆で描くよりうまいもん。こういうのとかもう、そう。ちょっと今、まあこれは本当にこの間、うん、この間さっき、今日アップしちゃったんですよ。これも全部一筆書きなんです。いや、その簡単に言うてるけど。これも、なんか、自分の中でパターンが、こう、あ、ちょっとすごい見づらい。見づらい服を着てる。え、これ、要はこれ一発勝負ってことでしょ？そうですね、これも、これ、全部繋がってるんです。これ、えげつないな。ちなみにこれ、切ったんどれぐらいの時間でやるわけ？どんぐらいかかるんですかね？ 5 分ぐらいかかってるかもしれないですね。いや、5分でできたら12分でしょ。5分で12分って変な感じやけど。まあ、そうですね。まあ、これも、これもまあ、うん、そう、ライブとかで即興でこれやれってなったら、うん、できなくないんですけど、まあ、時間がかかっちゃうんで。ちょっと雑になっちゃう？そうですね。急いじゃうと。取るというか。うん、少し減らすんですけど、切り込み、うん、まあ、家でやるときはゆっくりできるんで、うん、このぐらい切り込める。これはすごいな。本当ですか？いや、これだって下書きなしだったわけでしょ。そうですね、はい。下書きされても俺できへんから。いや、うん、まあ、いやー、こらそら飯食えるで、そら。いや、本当に発泡スチロールで生活してるってどんな人生だろうと思ってますけど。やばいな、これからのさ、一番の敵は、はい、ええ、一番の敵は発泡スチロール不足やな。ああ、電池不足の次ですか？うん。発泡スチロール不足。うん。確かに。わからん。ひょっとしたら戦争が長引いたら発泡スチロール不足になるかもしれんからな。はい、ああ、でも、輸入、うん、そう、原料みたいなの輸入してるかもしれないですね、確かに。うん。だって、鬼滅の刃売れすぎて、紙不足になったらしいぞ、はい、あれ。え、え？うん。